はい、明けましておめでとうございます。2021年、初売りは行ったんですけど、今年なんか、いつものと違いましたね。初売りで、とりあえずゲットしたのがビレバンイエロー。色がなんか5色くらい売ってました。とりあえず今日は黄色イエローを買ってきました。で、これを後で開けながら、ご飯食べながら飲み食いしながらビレバン開けていきます。じゃん。お正月なんでケンタッキーのお重タイプの、なんか入ってる、お年玉クーポンか、あ、いろんなの入ってる、お年玉クーポン期間中何度でも使えるだって、こういうクーポン何回も期間中、いつ1月じゃねえよ、3月31日までだって、すげえ何回も使います。で、あとこれは手拭くやつとタルタルソースとケチャップと、なんだこれ、蜂蜜メープルシロップ箱かな。テープされてた。とりあえず今日は松竹梅あったんだけど真ん中の竹にしてみました。開けられない。1段目、光って見えるかな。ポテトとかビスケット、あ、ナゲットだって、ナゲットとなんだろう、なんか後で食べながら、お肉、ビレバンは2段目、おオリジナルチキンとエビフリッターかな、これも後食べながら、3段目、おたくさん入ってた、オリジナルチキン、もう食べ飲みしながらビレバンを開けていきます。はい、もらったビール、いただきます。とりあえず左手はこれにしよう。どうやって食べる？そうか、パンとかそういうのないから、これがご飯か。エビのなんだ、フリッター、これに多分タルタルをつけるのかな。タルあ、多分エビ、うまい。エビうまい、うまい。うん、エビうまいな。これ普段、あ、エビうまい。あ、これ何なの？これ骨なしチキンってやつ。クリスピー。これクリスピー。ちょっと1個しかないかな、残念だな。俺も食べたかった、半分こでした。1段目はあと
ナゲット。ケンタのナゲットはあんまり食べないですね。このまま食うのかな、ナゲット。なんつっていいかわかんないよね。ケンタッキーでナゲットはあんまり買ったことない。1段目終わり。これ2段目チキン、3段目チキン、同じオリジナルチキンのような気がする。あ、そうなの。これいくかな。やっぱこれかいく。みんなドラム好きって言うけど、俺はあんまりドラム好きじゃない。味が、あ、俺味がないと思うんだけどな。袋揚げさん、食感よく食べると部屋が冷めてくるから。これも好きじゃないよ。見た目は美味しそうだね。でも味がまとめちゃう。はい、あとこれだけまとめてみました。片手封印してるから、入れ歯後で。これくるかな。これ珍しくね。これあんまり入ってないよ。あと食べきれないのはみんなで分けて食べます。2つ食えばいいな。一番うまかったのはエビうまかった、次からあれ一回絶対ないよ。こんな両手つかないとダメだな。俺も半分ちっちゃいフリーカッカーして。あとこれはみんなで食べてもらいます。うまかった。すぐ腹減る。ビスケット、ビスケットも美味しいよね。メープル風のあれがまあ、まビスケットはいつもの味で美味しい。たらミレバンを開けますか。てんてれん日本へ。はい、2本目いきます。で、これを飲みながらビレバンイエロー開けていきます。よいしょ。あ、結構重いんだよね。ハサミ用意するの忘れた。立てるかな。はい、ビレバンイエロー開けていきたいと思います。切れてなかった。レバンの当たり外れが我が家では不評ですが、どうしても買いたくなっちゃうな。うん、開けられない。一番上からいきます。ビレバン一発目、アヒル。もう使う言葉とも言えないけど、アヒル。子供背中に子供乗ってます。
はい、2個目だから。プレゼントキャンペーンあるから、これ後でやってみます。お、いいね、いった。お、いいね。富士山賞10万円相当グッチだって。高賞5万円相当高級叙々苑お肉セット、いいな。那須賞2万円相当フルーツ、あ、全部いいの。またねえかな。はい、でかい箱やったな。なんだかわかんない。全身トレーニングができる、またボールでした。あ、こっちか。バランスボールじゃないかな、これは多分。そうだね。バランスボール。これ欲しい人にあげたいから。おっきい。もう、まあ、ビレバンだからね。はい、次。あ、なんか、なんだこれ。おお、よかったね、よかった。違うんじゃね？除湿器だ。木じゃないね。除湿の置物。おお、もう、ありっちゃありっちゃうよ。じゃじゃん、かかとあったかカバー、何これ、よくわかんない。あ、こっちか、ここか。これは重いわな。ビレバンじゃん、やった、ミニ T シャツ。誰が着るかわからない。ミニの T シャツ、イエロー、今一つだったな、相変わらずの。じゃん、何これ。靴履くときのやつ。これ以上、さすが、こうか。以上、ビレバン福袋開封でした。はい、今年のちゃんちゃん。